浅間山は、長野県北佐久郡軽井沢町及び三代田町と、群馬県東郡妻ま村との境にある、安山岩室の標高2568メートルの、清掃火山。山体は塩水型で、カルデラも形成されており、活発な活火山として知られる。数十万年前から周辺では、火山活動が活発であり、浅間山は、 エボシ岳などの三つの火山体と合わせ、浅間連邦もしくは、浅間エボシ火山群と総称される。これまでに噴火と山体崩壊を繰り返し、現在の姿となった。大規模な山体崩壊と崩壊土砂が流出した、痕跡は、遠く離れた群馬県前橋市の大地上などに厚い、堆積物として残っている。現在噴火活動をしているのは、前掛火山である。 山頂河口からは、噴煙が上がり、その周りには複合のカルデラがあり、内側の外林山の西側に、前掛山がある。北側のカルデラは、山頂部から、鬼押し出し岩へと流れ出た、溶岩流により崩壊している。外側の外林山には、黒渕山、河山、剣ヶ峰などがある。気象庁は、100年活動度、または1万年活動度が、 特に高い活火山として、ランク A の活火山に指定。1949年9月7日に、山域は、上信越高原国立公園に指定された。2007年、日本の地質百選に選定された。日本百名山及び花の百名山に選定されている。浅間火山の火山体地形図噴火口の位置と溶岩の性質から3つに分類されている。 過去の噴火事例から避難経路などを取りまとめたハザードマップの作成が行われている。また、長野県小室市の千曲川下半まで溶岩流が流れた痕跡や群馬県側の東ず川では山体崩壊に伴い大規模など石流が流下し、前橋市付近までの広い地域に土砂が堆積した形跡があり、山体付近だけの問題ではない。 火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。また、東京大学受震研究所等により365日24時間の観測が行われている。近景。離山は右下清田市から見た浅間山白井との滝その他浅間山の南麓長野県側には軽井沢町が 北陸の群馬県側には、あず郡群妻小村と長野原町北軽井沢があり、風光明媚な避暑地として、古くから開発が進んでいる。京西衛星が、シーケルジの駅浦わしく浅間山縁房以下の源流となる河川は、それぞれ日本海と太平洋へ流れる。衛星写真。火山活動で山頂付近の植生が失われている。浅間山は、 シラビソやオオシラビソを中心としたアコウ帯の自然植生を残し、その周辺にカラマツの天然林が広がり、野生の動物が多数生息している。その中でもイヌワシやツキノワグマなどの生息地として重要であることから国指定アサマ長寿保護区に指定されている。アサは火山を示す古語とされる。富士山の神を祀る神社がアサ神社と呼ばれるのも、 同様の理由であり、阿蘇山の阿蘇も同型の言葉であると言われる。阿間山も多くの山々と同じく、古くから山岳信仰の対象となっており、阿間神社が鎮座している。外林山の黒淵山方面から望む阿間山、阿間山の河口付近は火山噴火に伴い、1972年より立ち入りが禁止されてきた。その後の鎮世期には、 規制が解除されたこともあるが、その火山活動に応じて、地元自治体より、加工からの一定の直線距離以内が、立ち入り禁止区域として、登山規制になることがある。以前は、つまごい村から、黒淵山を経由する、登山道もあったが、雨で登山道が崩壊してしまい、現在は、普通となっている。ありがとうございます。